皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは、みおでーす。ということで、ありがとうございます。ということで、何かって感じだよね。タイトル見ていただいた方、お分かりの通り、またまた韓国ドラマについて語らせていただきたいなと思っております。なんて言うんですかね。このね、韓国ドラマの企画、第3弾目かな？多分3本目になるんですけど、おすすめが結構溜まってきたら爆発させるっていう回を何回かずやらせてもらってて、まあ、この間まで第2回までやってたんですけど、今回第3弾目ということで、ちょっと新しいものもあったりとか、あとはこれ知ってるぜみたいなものもあるかなと思うんですけど、もう、とりあえず韓国ドラマについて語り明かしたい、みんなに言いたい、ということでこの動画撮ってるんですけれども、まず韓国ドラマ好きじゃないよって人は多分この動画見てもつまんないんだよね。きっとね。でもちょっと気になるなとか、最近ちょっと流行りすぎちゃってるからそろそろ見ようかな私俺とか思ってる方がいれば、もうそれは見てほしい。このね、紹介動画ももちろんなんだけど、第1弾第2弾を見て第3弾こちら見ていただきたいと思っております。ちょっとお水飲みたい。じゃねよ。ぜひぜひ最後まで皆さん見ていてください。緊急しましょう。それではレッツゴー。ということで、早速第1弾いきたいと思います。あ、ちょっとすみません、メモにあらすじとか書いてあるんで失礼いたしますね。まず第1弾目ご紹介したいと思います。こちらでございます。どーん。はい、夜食、はい、止まりました。夜食男女というお名前でございます。こちら現在 BS 日テレ、 BS 放送さん、地上波ではございません、 BS 日テレさんで放送中されているものになるんですけれども、配信サービスでは UNEXT で配信がされてるみたいなので、ぜひぜひ気になった方は見ていただければなと思います。これはね、なんで見てるかっていうと、ドラマのビジュアル見た時にジオンが出てたの。私元からのジオンちゃんがずっと大好きで、少女時代とカラさん、まあボアさんから韓国始まってるんですけど、私の中ではボアさん始まってカラさん、少女時代さん、わーって来て、今元バイさんわーとか来てると思うんですけれども、あ、まあジオンがすごい大好きで、めちゃめちゃ可愛い、大好きで、でビジュアル見た時にジオンいっちゃう、ジオンいるやんと思って、もうジオンいるんだったら見ちゃおうじゃんと思って、ちょっと夜食男女最初なんかタイトル聞いてって思ったんだけど、とりあえず見始めましたってとこですね。で今ね7話ぐらいかな見てるんですけど、めちゃめちゃ面白かった。別にあれジオンじゃなかったとしても見てたかなって思うぐらい面白くって、じゃあどういう話なのかっていうと、チョン・イルさんが演じているジンソンさんっていう方がシェフの役で出ていて、でこの方とあとジオンちゃんが演じるアジンっていう放送局のプロデューサー、うん、を務めている、そのジオンとチョン・イルさんが結構主演的な感じ、メイン的な感じのドラマになってるんですけれども、たまたまねチョン・イルのお店にジオンが遊びに行ったわけよ。でまあご飯食べてて、あー喋って、あーはは友達みたいな、知り合いって最初そんな感じだったんですけど、なんとなんとたまたま2人が同じアパートに住んでたんだって。そこで知って2人はお互いにちょっと好印象を抱いて、あマジで運命じゃんってなるわけで、そんな中ね、演出家デビューを目指しているジオン、アジンですね、ゲインのシェフを起用した夜食男女という番組企画を出したんです。ある日そしたら上司から急に24時間以内にお前条件に合うシェフ探してこいって言われちゃって、やばいやばいってなって探してたんです。でもう見つかんなくって、どうしようかな、紹介も求めたんだけどどうしようかなってなっちゃって、で公開をですね実施することになったんですよ。そしたらシェフのジンソン来たんです。でなんでかっていうと、ジンソンさんは実は父親がちょっと交通事故に遭っちゃって、その入院費を稼ぐためにお金が必要だったの。だからギャラとして、出演するからギャラとしてお金もらえるんだったら欲しいなと思って、お金もらえるんだったら欲しいなって、そりゃそうだよね、お金もらえるんだったら出たいなって思って、その公開オーディションに挑んだと。でその後どうなっていくんでしょうかって感じなんですけれども、まあそんな感じで2人の人生がですね、なんか同じ道に進んでいくっていう出会いのところから始まってるんですけれども、めちゃめちゃ面白くって、っていうのはジオンがとりあえず可愛いっていうのもあるんですけど、あと演技の中で本気で笑ってるシーンが結構多いなって私は思ってて、まあ、韓国ドラマは結構愛だったら愛、すごい作ってる愛とか、なんだろう、コメディだったらすごい作ってコメディみたいな、でスリラーとかホラーだったらマジで怖いじゃん、血とかべちゃべちゃ流すし、結構グロい系も行くしみたいな感じで、結構本気モードなんですよね。まあそりゃそうだよ、本気モードでいいんですけれども、このドラマのいいところって本気でなんかふんふんふんって笑っちゃってる、
みたいな、あの本人たちもこれ NG だと思うレベルでちょっとクスクス笑うみたいなところがちょこちょこあって、すごく現実味のあるあのドラマで、すっごい面白いんですね。でまあ、あの恋愛だけじゃなくって割とヒューマンドラマに近いかなっていうぐらいの面白さがあるので、めちゃめちゃおすすめしてます。あとは映像がめっちゃ可愛いし、韓国の街並みめっちゃ映るから、とりあえず韓国行った気分になれるっていうところ、とりあえず韓国行った気分になれるっていうところで、私はすっごいおすすめしたいなと思ってます。まあこれ PS3 しか今テレビでは見れないんですけど、 Unext さんで配信サービス見れるようなので、ぜひ気になった方は見てみてください。はい、ということで続いては2作目、こちらでございます。ドン。はい、こちら太陽の末裔でございます。知っておりまーす。これすごい聞こえてます今。うん、ありがとうございます。いつも招待ありがとうございます。こちらね、現在テレ東さんで放送中になってる、これは地上波で放送されてます、ななちゃんですね、放送されてるんですけど、配信サービスでは DTV、Unext、Hulu プレミアムで見れるようになってるらしいので、もしまだ見てない方はマジで一回見た方がいいと思う。これは韓国ドラマどうしようかな、何見ようかなって気になってる方は一回これ太陽の末裔見て方がいいかなって思うレベルで、めちゃめちゃ面白いし、王道恋愛ドラマって感じですね。はい。でこちらは2016年に韓国で放送されて、社会現象を起こして大ブームとなったドラマになってるんですね。最高視聴率はなんと驚異の 41.6% という形で、国民の半分ぐらいがもう見ちゃってんじゃねえかみたいなね。もう24時間テレビよりもすごいんじゃないの？知らない、知らないよ。その後ね、韓国ドラマの流れを変えた伝説のドラマとして一つとしてね言われるぐらい、マジで韓国では知らない人いないんじゃないかっていうレベルの、とても有名な、日本でいう花より団子とかそういうレベルだと思いますよ。これメインキャストであるね、このソン・ジュンギさんとソン・ヘギョさんが放送終了後に結婚したっていうところも結構ね、あのブームというかすごく注目ポイントになったドラマかなと思うんですけど、多分これ聞いた時に、あああれねって思った方は、そう、それなんです。でこのドラマどういう内容かっていうと、韓国から離れた危険な紛争地帯っていうのが結構あのなんていうんですか、舞台になってるんです。紛争地帯舞台になってて、ソン・ジュンギさん、うん、演じる自衛隊の方とソン・ヘギョさんが演じてるお医者さんの2人 の、 あの恋愛ドラマになってるんですけれども、まあ、韓国で1回出会ってるんだけど、紛争地帯に派遣ある時されるってなった時に、たまたま自衛隊の方とあと医師いた方がいいよねってなったんで、その医師が派遣された時に2人がまた再会するっていう、すごく運命的な感じになってるんですけれども、軍人としてもお医者さんとしてもすごくあの信頼されてる2人なんです。すごいトップの方にいるみたいな感じで信頼されていて、あのそういうヒューマンドラマもありつつ、2人がねお互いどんどん惹かれ合っていくんですね。やっぱ仕事だけじゃなくて、仕事の中で生まれる愛ってあると思うんですけれども、本当にそういうもんだと思う。で結構紛争地帯なので、あの割と映像もリアルになってます。まあ、特に死人が出てくるっていうことも、ご遺体がねめっちゃうちゅっちゃうみたいなところはあんまりまあ気にしなくていいかなと思ってるんですけど、本当にその舞台がですね、セットなのか本当に言ってるのかわからないんですけど、なんか地雷とかのお話だったりとかもうあのドラマの中であったので、なんかすごく歴史を感じれるようなドラマかなって思ってます。あとはね、いいタイミングで挿入歌流れんだわ。ねえ、わかんねえと思った方は言えることお願いします。もう本当にいいタイミングで毎回挿入が流れて、すごくいいシーンなんだよね。すごく綺麗な恋愛をしていて、なんか大人の恋愛な感じなので、すごいキャピキャピって可愛いって感じではないんですけど、なんかすごい大人で、うん。で、なおかつ仕事もバリバリしてるっていう、なんかすごく考えさせられるドラマだったなって、ドラマかなって思います。私ずっと待ってて、配信サービスちょっとお金かかるものばっかだったので、見れてなくってずっと見たかったんですけど、でも地上波でやるって言われたから、とりあえず毎日録画して見てるって感じなんですけど、まだ最終話まで行ってないんでどうなるかわかんないんだけど、楽しまー、伝わるこれ。はい、そして続いてのドラマこちらでございます。ボーン。はい、こちらサイコパスダイアリーと言われているドラマになっております。こちらはですね、BS のじいちゃんで今まで放送されていたものになってるんですけど、現在配信サービスがございません。申し訳ございません。なんで紹介してんだって感じなんだけど、それは配信することを期待して私は紹介しておりますということで、これはある人の銀行員の方がいて、結構仕事とかで悩んでいて、もう辞めるか辞めないかみたいな瀬戸際にいて、もう俺は自殺しようって覚悟をして自殺しようとするんですね、その日。だがしかし、自殺しようとした現場で殺人が
行われてたんです。行われてたってごめんなさい、言い方悪いね。そう、殺人現場になってしまっていて、その方は殺人現場を見てしまって、でやばいやばい逃げなきゃダメだと思ったら交通事故に遭っちゃったんです。その後にね、交通事故に遭ったのは警察のパトカーの車に衝突したっていう、軽くねドヒャーン軽くああたみたいな感じなんですけど、そう衝突してしまったと。でもその衝撃で記憶がマジで何もなくなっちゃったんです。自分が自殺しようとしてたことだったりとか、今まで悩んでたことっていうのも全て忘れてしまって、でその時にね殺人現場見たと思うんだけど、そのことも忘れちゃってるのもちろん、うん、で殺人現場からある殺人鬼のノートを持って帰ってきてしまって、その殺人鬼のノートが自分のものだと勘違いするしちゃうのね。目覚めた瞬間イコール自分が殺人犯だったんだっていう記憶に塗り替えられちゃうんです。はい。なので自分が殺人犯だと勘違いするところからストーリーは始まるんですけれども、めっちゃめちゃ面白いので、何が面白いかっていうと、本物の殺人鬼のこの方の演技がマジでリアルでめちゃめちゃ怖いし、なんか本当に恨み持ってんじゃねえかっていうレベルでめっちゃ演技うまいんです。で怖いの本当に、演技うますぎてマジで怖いんだけど、お前マジサイコパスじゃんって思うんだけど、まあ、そうだよね、そんな通りって感じなんだけど、めちゃめちゃ演技がみんなうまいです。結構ね話数も長くて24話とかあったのかな、全人24話とかあったんですけど、なんか毎回展開がめちゃめちゃ面白すぎちゃって、もう毎週待ってらんねえよみたいな、怒っちゃった。本当に面白くって、多分配信サービスだったら2日で見れんなっていうレベルでマジで面白かったです。そういうサスペンスとかスリラーなんだが主になってるんですけど、その中に恋でもなくって友情でもない、なんか深い絆がどんどん生まれていく、ドラマになっているなって思っていて、っていうのはそのパトカーを運転していた、いわゆるその殺人鬼だと自分が勘違いしちゃった方を引いてしまった警察の方がいらっしゃって、それ女性の方なんですけど、その方がね、いわゆる記憶を取り戻すお手伝いみたいなことをずっとしてくれていて、その中でいろいろあるのよ。お互いに生まれた勘違いだったりとか、二人で見つけた真実だったりとか、殺人鬼にどんどん近づいてっていく二人の姿みたいなところで、すごい深い絆、恋愛とまではいかないんだけど、なんかでも友情でもない家族感みたいな絆が生まれてって、すごくほっこりする部分もあるなって思いました。このドラマめちゃめちゃ面白かったです。配信すごい待ってるのでお願いし、痛い。はい、続いてのドラマこちらでございます。ボーン。はい、こちら怪しいパートナーというドラマになっております。こちらはアベマ TV、 あとはネットフリックス、フーディュー、 DTV で配信がされているようです。はい、ということでこちらはですね、イケメン検事と新米弁護士が法廷を舞台に繰り広げるロマンチックな、コメディドラマになっております。なのでちょっと笑い要素もありつつ恋愛もあるよみたいなドラマになってるんですけれど、ジュークが痴漢だって間違われちゃって、でその痴漢だって言った女の子ボンヒっていうんですけど、そういう最悪な出会い方をまず二人はしたんですね。その後にね、ボンヒ、痴漢だと疑われたボンヒさんが恋人のヒジュンと喧嘩してる場に遭遇したっていう場面があって、そうで、その時救いの手を差し伸べてあげたんです、その女の子に。で、まあありがとうみたいな、じゃあちょっと酒飲もうぜみたいな感じで、でも二人とも泥酔しちゃうんです。お酒飲んだらやばいよね。で、数ヶ月後にね、ジュークが研修受けにやってきたんです。そしたらボンヒとなんかまた分かんないけど再会しちゃって、なんだよこいつって思ったと思うんだけど、まあ最初お互いの印象すごい悪いじゃん、痴漢だって間違われるし、すごい泥酔した恋人との喧嘩のところにさ、遭遇してぐちゃぐちゃな感じでバイバイしてるわけだから、すごく二人とも印象が悪いと思うのね。だけどお互いなんか分かんないけど放っておけないなみたいな、なんかムズムズするものがあるんだよね。運命的なもの感じちゃったんだよね。で、そんな時にボンヒさんが殺人容疑で逮捕されちゃうの。むと、どういう点、それなんでかっていうと、喧嘩からしたヒジュンがね、ボンヒの部屋で遺体で発見されちゃったの。やばくない？え、ぐちゃぐちゃじゃない？まあそんなこんなでこの二人はどうなっていくのか、果たして彼は捕まったまま死刑になってしまうのか、何の罰が罰せられるのかみたいなところ見どころだと思うんですけど、殺人容疑って言われてるから結構スリラーかなって思う人が多いと思うんですけど、割とそのあることをきっかけに二人が惹かれ合っていくみたいな、結構ロマンチックなラブストーリーみたいなドラマになってるので、ドキュンキュン求めてる方はこの怪しいパートナー見た方がいいかなと思います。もう見てる方はベッドボタン。あるあるの話してもいいですか？見事に、すいません、久しぶりの
温度が熱いからかわからないんですけれども、カメラがちょっと高温でまた動かなくなってしまいましたので、すいません、スマホからカメラで失礼いたしますって感じなんですけれども、でこのままエンディングに行きたいかなと思います。どっち見ればいいんだろう。こっちだよね。今日は結構ゆるゆるな韓国のドラマについて語る第3弾みたいなことやっちゃったんですけど、いかがだったでしょうか。あの韓国ドラマってさ、なんだろう、多分日本にやってきてるのって韓国である程度有名になったから来てるもんだと思うんだけど、有名になっててすっごい面白いの多すぎん？俳優さんもね、なんか一人一人めっちゃいいよね、やっぱり。でね、推しが、推しというかこの人好きっていう人がどんどん増えてっちゃう、韓国ドラマいっぱいあるせいで。そう、まあ嬉しいんだけどさ。そしてあの、このドラマ良かったよっておすすめするものありましたら、ぜひコメント欄でお待ちしております。24時間受け付けております。年がら年中受け付けております。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日のこの動画が良かったなと思ってくれた方、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。次回どうなるかな。本日あ、ジュン、あ、違うじゃない、すみません、ごめんなさい。ソン・ジュンギさんと、ソン・ヘギョンさんが、ソン・ジュンギさんと、ソン、ソン・ジュンギさん、ソン・ジュンギさんと、ソン、見たこともない世界。落ち込んだ日々に笑顔。